そんな親厳しいんだ。親が OK じゃないとダメなの？そう、インドネシアって。へえ。ママだと全然結婚してから親に言うこともあるよ。そう、例えば結婚はする？結婚するな。そうだね。何歳になったら？屋台がいっぱいあるでしょ、うん、行ったことないから。インドネシアもいっぱいあるよ、屋台。あ、そうなんだ、うん、こういう？こういう、うん、行ってみたい。インドネシアの人って日本人好きかな？うん、うん、日本いい国だと思う。へえ。だから来たい人が多いよ。日本に来たい人が多い。おお、そうなんだ。日本ってどういうさ印象なの？どういうイメージ？なんか綺麗かな。街がね。違うの。街が綺麗。街がないよこれ。お腹いっぱいだ。頑張って。今日どうだ？映画は？映画見るよ。アメリカの映画とか。映画見る？おお、何好き？たまにね。韓国のドラマ。おお、アカンドラ好きだわ。恋愛ドラマ見てる。イテウォンクラスも見てる。見た？見た。面白かったよね。でもあれは見てない。なんかもう一個あるじゃん、イテウォンの他に有名なやつ。ああ、あれだ。不時着だ。愛の。見てないよね、ことも見てない。見てもクラスでハマった、韓国ドラマは。あれ良かったよね。そうそう、そうも。そうなんだよね。私がロメンス、コメディが好き。おー、何がおすすめ？さっきのイテウォンクラスね。でも見たから。あとなんだろうね。パラサイト見た？パラサイト映画。ああ、見てない。あれ面白かったよ、パラサイト。じゃあ今度見る。うんうんうん。5時から何があんの？まあ撮影かな。撮影？まあ6時なんだけど。どこで？インドネシアの人から見て、日本の女の子ってどういうイメージ？かわいい。なんで AKB とかアイドルのイメージかと。別になんか顔がね、へぇー、じゃあ人格多分違う。まあ違うね、確かに。なるほど。インドネシアの人ってさ、何人が好きなの？まあね、アメリカ？男。ロシアとか？うん、男の子は大体日本人。本当に？でも逆に女の子はコリア。あー、そうなんだ。そうだよね、韓国のかっこいいよね。そうそうそう、韓国の人みんな好きだよね。日本人も好きだし。あ、そうなんだ。いや、人気だよ。だって新大久保行ったことある？うん、新大久保なんてもう韓国の人だらけだよね。面白いね。なんでさ、うちら2年くらいさ知り合いだよね。なんで、なんでだっけ、なんで、なんでどこで見つけたんだっけ。きっかけが分かんないんだよ。コトルの友達？なんて言うんだっけ。女の子？うん、男。あ、大輝？大輝、そうそうそう。友達、知り合い。なんで？
ね、前が LINE 交換したんだけど、もうなんでどこで渋谷でやったの。はあ、なるほどね。その時は彼が歌った。はあ、ライブ。ああ、そうなんだ。なるほど。インスタでプロして、なんかそこで話したんだけど、その時は多分2019年ぐらいかな。そうだよね、そうだよね。YouTube やろうって誘えたんだから、ね、私から一緒に出たもん。まあでも出てない。出てない、うん、なるほどね。まだなんか機会があったらねみたいな、うん、そうそうそう。でもなんかバー、うん、バーだっけ、バーやってる。来てって言われたんだけど、うんうん、まだ時間が合わない、うん、そうそう。たまに行くよ、こと言う。そうでしょ、だからそのストーリーで見たよ。ああ、なるほどね。歌ったでしょ。歌ってた。そうそうそう。ああ、香水だ多分。へえー、なるほど、すごいね。そうだからそういうなんか関係、はいはいはい、関係は好きなの。うん、なるほどね。こっちからこっちからこっちから、はい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 、リレーションがもっといっぱいになって、はい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 、そうそうそう、なるほど、いいね。でももう2年前くらいかな。そうだね、まあ、2年くらい。今日は出会えてよかった。よかった、本当にもう Thank you。 また会おうね。また会おうね。日本のおにぎりって有名じゃん、うん、それインドネシアだと何なの。あるよ。何が有名？日本のおにぎりみたいな感じ。なんだろうね。まあ、インドネシアのおにぎり食べたことないけど、でもスーパー、スーパーじゃないね、コンビニでいっぱいある。へぇ、そうだね。でも味がどう？まあそうだね。やっぱ日本ご飯美味しいよね。うん。インドネシアで日本のレストランもいっぱいある。あ、そうなんだ。何が？寿司の家もある。おー、牛丼ね、美味しいよね。お寿司屋さんはないよね、さすがに。あるの？あるある。スシローとか。スシローはないんだけど、玉寿司、くら寿司、一番寿司。あー、一番寿司ね。一番寿司、はい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 。日本にあるかな。あるよ、田舎だと。うん、一蘭とかは。一蘭ラーメン、見たことない。ない？多分あるかもしれないけど、見たことない。ない。え、静岡から何時間だったっけ。2時間。東京から2時間で新潟も行けるよ。すごくない？新幹線だけどね。いつも行ったり来たり。そう、また明日帰るかな、明後日帰るかな。でまた3月に。いつまた来るの？東京。3月。まあ2週間くらいよ。今は？今は11日か。そうそうそう。まあ15日くらい寝るか。東京に来たら教えてよ。うん。またどうだろう。この歌もさっきと一緒？違う？そう、バンドが一緒だけど、まあ、この曲は分かんないんだけど。分かんないかい。この曲も歌ってみてよ。確かに、聴いてみるね。朝、私がこの前が誘ったんだけどな、うん、あのインドネシア語の曲を歌おうって言った人がいるの、うん、で、私は自分の曲を作って、おー、いいじゃん。新しいチャンネルも作ったね。そう、すごい。これは、ちょっと待って、ユキ、そう、友達。これが二人で歌の。今はもう、まあ、結構見てくれる人が多い。10万、12万。今度は作って歌うよ。お、いいね。安くて見るね。うん。力。日本人？これはハーフ。おお、なるほど。日本人とインドネシア人。へえ。お父さんが日本人。
お母さんが日本人社員。でも、実際の頃はアメリカに住んでた。へー。だから英語もめっちゃうまいし、すごいね、インドネシア語もめっちゃうまいし、今は7国ぐらい言語が。天才じゃん。そう思う。何してんの今？今は仕事。仕事、広島で。へー。広島、山口県。今度は、いいよ。曲可愛い曲にしてね。可愛い。でどんな曲？ラブリーな曲、ラブリーな。ラブリーな曲にして、ラブリー。Okay。 でもさ、私はいつも作ってる曲は悲しい曲だから。ああ、なるほどね。悲しい曲も好きだよ。うん、私は。で一番好きは大人系。大人系だね。バラード系が好きだね。歌うならね。OK。今度ね。あ、でも私は今作った曲もまだあるんだけど、へでも日本語の歌詞を送ってほしい、うん、だからインドネシア語と日本語を混ぜて曲を作ろうと思ってるんだけど、ね、今はいいね。これとか、あ、いいね。何で作ってんの？パソコンで？これは私の友達のストリオ。どこにあるの？インドネシア。そうそうそう、だからミュージックとかあのギタードラムとかは友達がやる。あ、なるほどね。私があのボカル、あ、オーケー、ケトル、なるほど、小鳥も後で。イエーイ。お願いします。オーケー。じゃあどんな話にする？で。この話にする？にする？悲しい。悲しい。悲しい曲？うん。悲しい。日本語すごいね。全部知ってんじゃん。いや。多分分からないこともあるから、いっぱいあるから。あ、なるほどね。だから。いいよ、インドネシア語で書いても。OK。だってリザールが分かればいいじゃん。Okay。 後で見返して。悲しくて。悲しい。切ない感じ？別れる、まあ、あ、そう、別れるか、なんか好きな人に好きな人がいたみたいなのはどう？でも付き合いができない感じかな。そう、辛い？そう、あの気持ちが伝えられないんだよ。あ、関係が壊れるのが辛いから。オッケー。気持ちを伝えたらさ、もう友達じゃいられないじゃん。そういうのどう？オッケー、いいよ。この曲めっちゃ好き。有名？どこで？インドネシアで？インドネシアで。でも多分5年前くらいかな。あ、そうなんだ。みんなカラオケで歌う曲？10年前かな。これ？へえ。カラオケで歌ったことある？ないな。でも何回？ギター弾いて、おー、ギター歌って。いいね。なん、どういう歌詞なの？歌詞が、私たちね、が二人なくても、なんか別れても幸せになるからね。ああ、恋愛の曲なんだ。そうそう、悲しい曲なんだけど。悲しい曲なんだ。もう別れても絶対幸せになるから大丈夫。なんで別れちゃうの？そんなこと言ってんのに。でもあの MV が、MV を見て、なんか親両親はダメって言われて、うん、ああ、なるほどね、結婚。うん、多分。あー、なるほど。で、そこで別れて、へー、そんな感じになる。なるほどね。そんな親厳しいんだ。親が OK じゃないとダメなの？そう、インドネシアって。へー、文化の違いだね、おもろい。あ、日本はどう？全然、結婚してから親に言うこともあるよ。そう？まあ、あの、それはいいよ、いいやと。まあ、でも大体は言うけどね、先に親に。でも親がダメって言っても結婚するんだって言ってする人いっぱいいると。そこそこ、なるほどね。でも例えば結婚はする、結婚するな。そうだね、したいはしたい。したい。何歳になったら？27とか6とか。もうすぐじゃん。6とか。すぐだよ。もうでもおばさんになっちゃうよ、早くしない。日本人大体でもそのくらいが多いんじゃないかな。26、7とか8とか。インドネシアだと22とかはもう結婚する人がいる。 22? 若っ。そうなの。じゃあ25でしてなかったら遅い。全然
全然大丈夫だけど、なんかね、ジュニーに結婚したい人がいっぱいいる。なんで？子供見たいから？いや、別に、なんだろうね。なんか理由がいっぱいあるよ、多分。でもね、私がなんかまだやりたいことがいっぱいあるから、結婚したら多分、なんかちょっと厳しいかもしれない。そうだね。できなくなるの嫌だよね。こういう活動とかね。でも結婚したいはした。そうだよな。インドネシアの人は大学があるの？大学とか行くの？で就職するの？ほとんどみんなそのルート。どういう就職先があるの？どういう働き場所があるの？いっぱいあるね。いろいろ。ホテルとか車屋さんとか。日本の車に人気でしょ？あ、そう。トヨタ？トヨタ、ホンダ。ホンダ？じゃあ、乾杯。ごちそうさまでした。決めました。じゃあ、今回の動画はここまでにしたいと思います。また次の動画も楽しみにしてくださいね。じゃあ、小鳥も YouTube やってるから、YouTube の名前は？小鳥ちゃんの日常だよ。OK。皆さん、ぜひ。小鳥のチャンネルも登録してくださいね。インスタもやってるからね。インスタもフォローしてください。はい、じゃあねー。